ソーシャルイノベーションウィーク渋谷2021。この時間は渋谷パルコ9階ドミューからライブ配信にて、渋谷×次世代スポーツイベントと題しまして、アイデアセッションを行ってまいりたいと思います。皆さん、こんばんは。改めまして、本日司会進行を務めます、プロダブルダッチチームレグスタイルよりゆいと申します。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。はい、はい、このセッションは、ハローアイデアをコンセプトに掲げるソーシャルイノベーションウィーク渋谷2021と、渋谷の可能性を広げ都市の未来を描くオープンイノベーションハブである渋谷未来デザインが推進するストリートスポーツ振興及びマナー向上の啓蒙を目的とし、渋谷区民含め若年層が積極的に参加できるストリートスポーツプロジェクト、ネクストジェネレーションズによる競争企画と、なります。はい、こちらですね、具体的にはどんなことをこれからやるのかというのを、ネクストジェネレーションズプロジェクトを担当していらっしゃいます渋谷未来デザインの上野圭さんより、簡単にご説明お願いしたいと思います。上野さん、よろしくお願いいたします。こんにちは。あ、こんばんはの時間ですね。こんばんは。はい、ゆいさん、冒頭ご紹介ありがとうございます。渋谷未来デザインでネクストジェネレーションズプロジェクトを担当しております上野と申します。パネリストの皆さん、よろしくお願いします。先ほどからいろんなワードが出てきていますが、ご存じない方も多いかなと思いますので、簡単にそれぞれをご説明させていただきたいと、思います。はじめにですね、渋谷未来デザインとはということなんですけれども、こちらに書いてあります通り、世界で有数のライフスタイル、カルチャー、ビジネスの多様性を誇るこの渋谷ですが、そこに集まる多様性に満ちた個性とともに、渋谷区を起点に、都市成熟の可能性を考えてプロジェクトを生み出していくオープンイノベーションハブというのがこの渋谷未来デザインになります。さまざまな、企業、団体、それからクリエイター、アーティストとの連携や、先ほどもキーワードになっておりますけれども、競争の、プロジェクトを通じて、ワクワクする都市の未来像というのを形にしているというふうな、チーム、組織になります。そしてですね、今回このセッションの母体となっているこのネクストジェネレーションズなんですけれども、次世代のスポーツシーン創造プロジェクトというふうに、銘打っておりまして、さまざまな、実績のお写真ご紹介しておりますが、この渋谷の、都市の可能性を広げる担い手である次世代に注目をしまして、2018年に発足した産官学民連携の次世代のスポーツシーン創造プロジェクトでございます。でその次世代がスポーツに出会い学び、好きなスポーツで輝く場所を創造し誇りを持てる街を、デザインすると、それを我々のミッションに掲げまして、ファッションやカルチャーのこの発信地である渋谷ではですね、先人たちがストリートスポーツやその文化を開拓してきた街でもありますので、街の発展とともに失われてしまった場所、プレイグラウンドというふうに呼んでますけれども、それを再び作って、ストリートスポーツの振興とマナー啓蒙を実施し、渋谷らしいスポーツ文化の醸成、渋谷ストリートスポーツのメッカとしての再興を今目指しているというプロジェクトになります。まさにこの今ご紹介しているストラクチャーという中に入ってますが、学ぶ、出会う、見せるというこの3つの要素ですね、我々回転させながらやっているというものになります。そして、今回ここで発表を行うのがこの学ぶの部分にある、渋谷スポーツアカデミーがですね、ミッションとしては自分たちの手でスポーツイベントを作り上げる、そして、スポーツが好き、スポーツに携わる仕事に興味のある高校生や大学生とともに、次世代のスポーツシーンを作り上げて、支えることのできる人材の育成というのを今目指しています。で9月に開校しまして、このように、今授業中のお写真も入れてますけれども、約1ヶ月概論や基礎的なことを学んだ後、アカデミーでの実地プログラムとして年に1回開催する、11月23日に今年は行いますが、ネクストジェネレーションズゲームスというところで、自ら何かを考えてやっていこうということを進めてまいりました。各自、アイデアを持ち寄ってブレストをして、近いアイデアを持っているグループを、3つのグループを作りました。このネクストジェネレーションズにおいて、何をやっていくかということが、こういうことですね、講座の中で実際に、こういうオリエンをしていきまして、
どんなことをかけて何ができるかというのを考えてやってきました。まあ、オンライン配信とかコンテンツ、自分らしく運営アイデア、いくつかのテーマを講座から学生の皆さんに出していって、で結果的にここにあるようなプロモーションとコンテンツと SDGs という3つのキーワードで受講生たちをグルーピングして、今日11月23日ネクストジェネレーションズゲームスの舞台で何をしていくかというのをご提案させて、ここで発表させていただくというものになります。で各グループプレゼンテーションを10分行いまして、パネリストの皆さんとのアイデアセッションを同じく10分やらせていただきます。今回11月23日に向けて、もっとこんな風にした方がいいよっていうことですとか、また将来ですね、そういう視点はこういう風に鍛えていった方がいいよとか、短いところ近いところ、また将来に生かせるヒントなどなど、アイデアセッションの中で皆さんとやっていけたらなと思っております。特にこの23日に向けては、このセッションを通してまた今考えていることよりも皆さんの企画が進化していくことを僕らも期待していて、今日はそういうアイデアをぜひ授けていただければというふうに思っております。ありがとうございます。はい、上野さんありがとうございました。渋谷スポーツアカデミーにですね、私も9月からこの学生たちと共にメンターとして一緒に、ストリートスポーツの可能性というものをですね、考えてきましたので、私自身も、今日非常に楽しみにしております。よろしくお願いいたします。さて、それではここで渋谷スポーツアカデミー、受講生の皆さんから、プレゼンテーションをさせていただきたいと思います。そのプレゼンテーションを受けてですね、いろいろなアイディア、意見をいただきますパネリストの皆様を、これよりご紹介したいと思います。それではまず、1人目からご紹介させてください。 NEXT GENERATIONS パートナー GoPro メディアリレーションズマネージャーでいらっしゃいます山下康弘様、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いいたします。ありがとうございます。続きまして、つい先日ネクストジェネレーションズ SDGs パートナーに参画されましたダゾーンジャパンバイスプレジデントコミュニケーションズ&PR 松岡圭様、よろしくお願いいたします。お願いいたします。続きまして、同じくネクストジェネレーションズパートナー KDDI 株式会社パーソナル事業本部サービス統括本部副統括本部長重田光平様、はい、よろしくお願いいたします。お願いいたします。同じくネクストジェネレーションズパートナー東急不動産株式会社都市事業ユニットスマートシティ推進部まちづくり競争グループグループリーダー伊藤秀俊様、伊藤秀俊、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ、以上の皆様になります。本日ですね、貴重なお時間ありがとうございます。よろしくお願いいたします。さあ、時間も限られておりますので早速始めてまいりましょう。一番手、務めていただくのはプロモーショングループの皆さんです。それではまずはじめに、自己紹介からお願いいたします。こんにちは、大学4年の曽山京香と申します。本日はよろしくお願いいたします。高校2年生の馬淵かなむです。よろしくお願いします。大学1年の岡野優です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。それでは準備の方よろしいでしょうか。整ったようですので、ここからですねプレゼンテーションタイム10分間、始めさせていただきたいと思います。それでは始めてください。皆さんこんにちは、本日はよろしくお願いいたします。これからプロモーションチームの発表を始めたいと思います。いつも私たち3人で活動しているのですが、本日は私が代表して発表させていただきます。では早速本題に入りたいと思います。私たちプロモーションチームは、この活動の最終目標としてストリートスポーツの拡大の可能性ということを掲げております。こちらは少し抽象的なので、見る機会と知る機会という点でもう少し具体的に話していこうと思います。私たちが問題として考えたのは見る、ストリートスポーツに対して私たちが見る機会知る機会が少ないということです。実例として挙げられるのは、野球やサッカーなどは
地上波では割とテレビとかで放送されていると思うんですが、ストリートスポーツはあまりやってないなと感じたので、私たちは若年層をターゲットとして SNS でストリートスポーツについての情報を拡大させていきたいと考えています。次に私たちが考えるターゲットについて話していきたいと思います。まず、ネクストジェネレーションズのターゲットとして、スポーツに関わる次世代のステークホルダーと渋谷民ということが挙げられます。しかしこの、ネクストジェネレーションズゲームズの、ターゲットに対しては、私たちは、このネクストジェネレーションズが挙げるターゲットでは大きすぎると考えたので、私たちは特に SNS を多用している Z 世代やストリートスポーツに関わる若年層をターゲットにして活動していきたいと考えています。次に私たちが考えたスケジュールを見ながら、どんなことを具体的にやっているのかについて話していきたいと思います。毎日何らかのアクションを起こそうと思って心がけて、スケジュールを立てたのですが、時間の関係などから今回はいくつか抜粋して紹介させていただきたいと思います。まず最初に見ていただきたいのが11月13日土曜日のところですね。そこは10日前カウントダウンって書いてあるんですけど、このようにカウントダウンを行うことで来場者に向けて日時が、本番の日時が分かりやすいようにしています。あとこれを行うことであと何日で、本番があるのかということが分かりやすいと思います。次に、16日の、MC の詳細&コメントというところを見てほしいんですけど、そこでは、このイベントがどのような形で行われるのかについて来場者や選手どちらにも通知する意図でこちらを組み込みました。で最後23日が本番なんですけど、23日の本番の後にも予定を入れていて、本番の後にハイライトや優勝者インタビューなどを通して、私が先ほど話したストリートスポーツの発展という点で目標達成のために本番後も活動していきたいと思っています。こちらが私たちが具体的に運営しているアカウントです。私たちはインスタグラムと TikTok のアカウントを運営しています。そのインスタグラムは既存のアカウントを使っていて、 TikTok はまだ始めたばかりで私たちが作ったアカウントなのでまだフォロワーが少ないです。でここでは特にフォロワーの伸びの確認と動画などの投稿、そして概要欄の作成を行っています。私たち誰もまだ大きいアカウントを運営したことがないので、どんなことをしたらバズるかなど考えて、日々活動しています。よかったらフォローお願いします。で最後になりますが、本番具体的にどのようなことをするのかについて話したいと思います。本番は選手などへインタビューを YouTube ライブを通して発信することはもちろん、裏の様子などを Instagram のライブ配信を通して行いたいと考えています。また本番中もストーリーなどで途中経過を発表するなどして、会場に来れなかった人たちでも楽しめるようなコンテンツを配信していきたいと考えています。これで私たちの発表を終わります。本番頑張ろうと思うのでよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。はい、プロモーションチームの、皆様ありがとうございました。プレゼンテーションが終わりましたので、ここからアイデアセッションへと、移りたいと思います。それでは、パネリストの皆様、伊藤様から、はい、お願いできますでしょうか。はい、伊藤です。今日はありがとうございます。とても素晴らしいプレゼン、本当に刺激を受けました。で、本番後も活動を続けるというお話もあったので、ぜひ場所のご提案をできたらなというふうに思っていて、発信する象徴的な場所を作ってはどうかなというちょっとアイデアをちょっとぜひご検討いただければと思ってて、今私自身も渋谷のセンター街でストリートライブをされる方の、場所をご提案したりしてるんですね。で、渋谷のセンター街の、ど真ん中で、しかも道でっていうことが結構象徴的な場所になると思っていて、そこからずっと発信を続けるっていうのがどうかなと。そうすると例えば皆さんが発信していない時も他の方が TikTok で同じようなことを発信するっていうことができるような気もしていて、あるいは原宿におもはらの森っていうのもあって、そこもぜひ、これはちょっと、
ポジショントークでもあるんですけども、ぜひ弊社 の商業施設の上で、TikTok を発信していただいて、あるいはインスタを発信していただいて、他の方もこう同じ場所でやりたいっていうふうに思ってもらえるようにしたらどうかなっていうのをちょっとご提案したいと思います。今日はありがとうございます。はい、伊藤様ありがとうございました。それではお隣、重田様、何かいただけますでしょうか。はい、素晴らしいプレゼンテーションありがとうございます。私仕事でですね、大学スポーツの実はサポートをしていたりしていてですね、非常に似たような環境かなというふうに思いました。つまり大学スポーツもですね、有名なスポーツからスポーツチャンバラとか、マイナーなんだけど魅力あるスポーツあるんだけどなかなかファンが増えないっていうのがあるんですけど、今のお話聞いてて一つ思ったことは、大会の主催側もそうなんですけど、パフォーマンスする側の方々にもいろいろなこう、親御さんであるとか知り合いであるとか、いろいろといらっしゃるんじゃないかなというふうに思うので、やはりその方々のご協力をいただいて、大会に出るパフォーマーをする方、パフォーマーの方々にも積極的に発信をしていただくということと、やはり一方で初めて見る方のすごさをこう伝えていくというふうになった時に、おそらくそのある程度こういいプレーをしている瞬間だけを切り取ってでもいいと思うんですけども、そのダイジェストみたいなものとかを見ることによって、こう比較的こうライトな人たちが、あ、純粋に見てこれすごいかっこいいよねとかっていうところも、お見せしていくことによって次の、ファンも出てくるんじゃないかなと思うんで、先ほどイベント後も活動されるというふうに思う、おっしゃられたんですけど、結構これ蓄積が大事なんじゃないかなというふうに思うので、そういった意味でこれをまず一つのきっかけとしながらも積み上げていくっていうところっていうのに、よりまた重みを置いていくっていうのが大事なんじゃないかなというふうに思いました。はい、というところです。はい、以上です。はい、ありがとうございます。何かあれば全然話してもらって大丈夫なんで、そうですね、はいはい、ちょっとセッションみたいにした方がいいですよね。そうですね、はい、ありがとうございます。はい、お二人のお話ありがとうございました。最初にお話しされたように場所を提供していただくということで、すごい魅力的だなというふうに感じました。ありがとうございます。で、そうですね、親御さんの方だったりプレイヤーそのものにフォーカスを当てるっていうことも非常に参考にさせていただきたいなというふうに感じました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。それでは引き続き、松岡さん、はい、お願いします。ありがとうございました。素晴らしいプレゼンでした。これってご質問とかしてもいいですか。もちろんです。私コミュニケーション PR として、プロモーションというか、PR を、ずっとやっているんですけれども、やっぱ次世代 Z 世代、やはりその、ソーシャルというのは非常にもうなくてはならないプロモーションツールだと思うんですが、皆さんさっき出てたフォロワー数が1700ぐらい、最初例えば皆さん活動を始められた時と今ってフォロワー数増えたとかって、そういうメジャーメントとかってされてます、いかがですか。あ、そうですね、私たちが SNS に携わるようになった日に、うん、インスタグラムとTikTok の方を開設させていただいたので、そちらの方をメジャーメントさせていただいております。で、それをそうですね、定期的にやろうということで、まだ次のその投稿が始まって間もないので、うん、まだ今のところ何人増えたかっていうところはやってないんですけれども、うん、そういったことはやっていこうというふうに考えております。ちなみに今回 の, そのイベントを終わって、イベントまで、プロモーションというのはもちろんイベントがピークだと思うんですけど、そこに対して目標値 KPI というのは設定されてますか。例えば今1700だったら、23日までにはこの数字も目標にしたいみたいなとかって、今が1700人ということなので、2000人を目標にやっていきたいなというふうには考えております。具体的にそこに目標、今のでじゃコンテンツを出していって、ただ結構私もそのソーシャルって難しいなっていうところが、やはりそのいかにその今あるフォロワー数よりこう増やしていくで、じゃあ今リーチしていない世代にどうリーチしていくかっていうところが多分難しい箇所だと思うんですが、
なんか例えばその増やすことに対して、まあ、もちろん今コンテンツを出していくっていうのはもう、まあ、必須だと思うんですけど、それ以外に何か取り組まれてることってあります？すいません、なんかめちゃめちゃ大丈夫です。ありがとうございます。特に私が携わっているのが TikTok なんですけど、 TikTok で流行りのハッシュタグを入れたりとか、流行りの音楽で投稿したりとかすることによって少しでもリーチしてもらう数を増やそうかなっていうのは考えてます、うん、なんかさっきあの場所とかね、あの本当にそういったところも大事だと思います。あとね、パフォーマーの皆さんとか、まあ、やっぱ拡散するもんね、特にゆいさんとか先生はい、パフォーマーの皆さんとか、やっぱりジャッジの方々にやっぱ拡散させていただくのはまあ必須かなと思いますし、あとはもう本当にこう新しいことを聞きたいですね。私なんかもう、うん、あの習いたい世代なので、なんか今のって、まあ、もちろんすごい、あ、まあそうだよね、こうコンテンツ出すことで、それもコンテンツ作ることも大変だし、あのこういわゆるこう、ね、こ心惹かれるコンテンツ作るのも大変だと思うんですけど、なんかそこをこうもうワンプッシュできるような何かがあると、なんかまたこう爆発的にあの、ね、なるのかなっていうふうにちょっと思いました。こんな感じで大丈夫でしょうか？バッチリでございます。ありがとうございます。さっき言われたので、私たちちょっと考えてるのが、パフォーマーの方に当日に流行りの TikTok のダンスとかを踊ってもらえれば、それを上げられれば、まああんまりないことなのかなとは思ってます。うんうんうん、プロモーションだと間に合わなくないですか？ちょっと意地悪な、ありがたい、はい、アドバイスでございます。いや、あのなんかもしかしたらそのそこをこうパフォーマーの方々にビルドアップで明日とか、そう、わかんないですけど、そのカウントダウンのところに入れたらもしかしたらいいかもしれないですよね。そのなるほど、事前に今のアイデアを、事前に、そうですね、はい、多分プロモーションって事前な活動が結構メインなので、うんうんうん、あのそこにいかにピークを持ってくるのかっていうところにこう注力したらいいのかなっていうふうにちょっと感じました。すいません。はい、ありがとうございます。私自身がブレイクダンスをやっていて、うん、妹がこのネクストジェネレーションズの大会に出てたりして、その選手の方々とも少しつながりがあったりもするので、そう、事前にさっき言ってたような TikTok の流行りの音でブレイクダンスとかダブルタッチをやってもらうなどの工夫をしていきたいなと思います。はい、松岡さんありがとうございました。楽しみにしてます。はい、よろしくお願いいたします。では最後に、山下さん、何か一言いただければと思います。はい、あのプレゼンテーションありがとうございました。あのこの世代の子たちからステークホルダーっていう言葉が出て、僕大学生の時そんな言葉知らなかったんですごいなと、あの感心してました。で、まあ、TikTok 使うとか、やっぱりこの若い世代の目線ってすごく大事だと思いまして、僕らももうあの TikTok の使い方とはやっぱり若い方に聞きたいなと思ってるような感じなので、アイデアとかいろいろあるといいと思いますけど、まあ、さっきも出たようにもうどうやってこうフォロワーを増やしていくかとか、あとはその大会にまあ、足を運んでもらう、もしくは当日見てもらう、このイベント自体のファンになってもらうっていうのが大きな目標だと思うので、そこに対してもう少しこうアクションがあるといいかな。こう流行りで見てもらうのはいいと思うんですけど、見た後に例えばじゃあアカウントをフォローしてもらうとか、ちょっと見に行こうとかいうためにどうしたらいいかなっていうアイデアがもう少しあるといいかなと思います。あとはそのダブルダッチとか、まあ、ブレイキン、やっぱルールを知らない方もいると思うので、まあ、そういう要素を入れるでもいいと思いますし、例えば先輩アスリートからその若い世代に向けてのメッセージだったりとか、ちょっとこう他の要素とか外から引っ張ってくるようなこと、やっぱりそういうの好きな方は割と情報集めて見てくれると思うんですけど、その野球とかの違いって、あの知らないけど、まあ、ちょっと見てみようかなとか、見たら面白い、あとはなんかラグビーが入った時もなんとなくみんなラグビーのルール覚えて自慢げに話したじゃないですか。ああいう感じで何かこうちょっとこう話題にしたくなるような、知ってたダブルダッチってこういうことやると面白いんだよとか、得点高いんだよみたいなことをゆい大先生に語っていただくとか、恐縮です、いうことを何か入れていくと、もうちょっとこうあのホップステップするかなという感じがしました。はい、 ありがとうございます。今まだ準備している期間なんですけど、ブレイクダンスとダブルタッチの見どころを、まとめて動画と一緒にここが見どころだよっていう簡単な説明、誰が見ても分かるような説明を入れる動画を作っていたり、
今後ルールの詳細とかも、情報が入り次第、初めて見た人でも分かりやすいような説明が今後インスタグラムや TikTok を活用してできたらいいなと考えています。はい、いいですね。はい、山下さんありがとうございました。それではですね、以上でパネリストの皆様からの、アイデア、終わりたいと思いますので、まず1人目、チーム名ですね、プロモーショングループの皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。はい、続きましてコンテンツグループの皆様に、変わりますので、コンテンツグループの皆さん準備の方をお願いいたします。はい、ちょっとすごくいい緊張感の中で、各グループ、ね、プレゼンを、はい、してくれてるので、高校生も混じってこの、ね、なんです、ね、プレゼンテーションすごいですよね、うん、はい、びっくりしました、はい、いや皆様からの、素晴らしいアイデアが必ず次に生きてくるかと思いますので、引き続きビシバシお願いいたします。はい、それでは準備整ったようですので、2番手進めていただきます、コンテンツグループの皆さん、まずは自己紹介からお願いいたします。はい、こんばんは、大学3年の佐藤初美と申します。本日はよろしくお願いいたします。お願いします。こんにちは、大学1年生の山田壮太と申します。よろしくお願いします。こんにちは、大学2年の末光良二と申します。よろしくお願いします。こんにちは、高校2年生の平林悟です。お願いします。こんにちは、大学1年の荒川瑠奈です。今日はよろしくお願いします。はい、それではコンテンツグループの皆さん、今からプレゼンテーションタイム10分間です。それでは始めてください。はい、では始めさせていただきます。改めまして、ただいまからコンテンツチームの発表を始めさせていただきます。はい、まずはじめに本日のアジェンダ3つご用意しております。私たちが企画したものが3つございまして、入場者特典、ウィニングムーブ、グラフィティ、この3つを考えました。で、特にこの3つのうちの後ろの2つ、ウィニングムーブとグラフィティは、私たちのチームがオリジナルで考えたものですので、この2点を中心に、本日はご説明していきたいなと思っております。では次に、まず私から入場者特典についてご説明させていただきます。この企画はプロモーションチームと、この後発表があります SDGs チームとの、兼ね合いで連携して企画を決めました。で、この企画の目的についてです。この企画の目的はネクストジェネレーションを知ってもらうということを目的に挙げております。で、特に具体案としてはネクストジェネレーション、インスタグラムと TikTok のアカウントがありまして、そのアカウントをフォローしてもらって、投稿にいいねをしてくれた人にを対象に入場者特典を渡していくというものです。で、この企画の効果として挙げられるのが、私たちは3つあると考えております。まず1つ目が、入場者特典の案内を SNS を通じて宣伝することで集客につながると思っております。多くの人にこの企画、この特典をきっかけにイベントに参加していただきたいなと思っております。次に2点目は、 SNS をフォローしてもらうことでネクストジェネレーションに触れる機会を増やして、そこからアーバンスポーツの認知を広げていくことができると思っております。最後に3点目は、思い出を形に残すことができると思っております。入場者特典は、このスライドには書いていないんですけども、トートバッグを予定しております。以上で私からの入場者特典の企画のご説明を終わりたいと思います。次にウィニングムーブについてご説明させていただきます。はい、次にウィニングムーブについて説明させていただきます。このウィニングムーブなんですけど、僕が競技ダンスというものをやっていて、その競技ダンスの大会の最後には必ずオナーダンスというものがあります。そのオナーダンスというのは、優勝者が発表され、その興奮冷めやらぬまま、
そのまま優勝者が好きな種目を好きな音楽で踊るというものになっています。このまずウイニングムーブをする意義としましては、まず一つ目に優勝者を称えるデモンストレーション、そして二つ目に優勝者から応援してくれた観客に対する、感謝を持ってサービスをするという意義があります。目的としましては、まずこれまでのブレイキンやダブルダッチの大会になかった試みをすることで、イベントのさらなる盛り上がりを図ろうというものがあります。そしてまた、これは意義とも重なってくるのですが、優勝者を称えるデモンストレーションとして、その日見に来た観客、僕らスタッフ、そして、一緒に戦った対戦者からの、優勝者に対する、おめでとうという気持ちを、持って優勝者が踊るということになっていて、またその逆に優勝者からは、応援してくれた観客や、見に来てくれた親御さん、そして僕らスタッフ、また対戦者に対して感謝を持って、最後パフォーマンスをするという目的があります。そして最後に、次回につながる効果についてなんですけれども、このウイニングムーブを踊るっていうことを参加者の一つのステータス化することで、それからの練習であったり取り組みを一つのなんていうんですかね、まあ、このウイニングムーブを、モチベーションの一つとしてやってもらうというものがあります。はい、私からはウイニングムーブの具体案についてお話しさせていただきます。ウイニングムーブは競技終了後、勝敗が発表された後表彰式で行うことを考えています。3競技の優勝者3名が同時にパフォーマンスをすることで、アーバンスポーツ本来の魅力であるわちゃわちゃ感っていうのを表現できたらいいなと考えています。ステージの前方の両サイドで、ブレイキンが、後方でダブルダッチがパフォーマンスをするような形を考えています。ダブルダッチの縄を回すターナーと呼ばれるのはプロの方にお願いをしていて、その目的としてはそのアンダー15の選手とプロの選手が交流する機会っていうのはめったにないなって考えられるので、そういう場を提供し、そのアンダー15の選手のモチベーションの一つになればいいなと考えています。でパフォーマンスのタイミングとしては表彰式で行うことを考えていて、優勝者の発表があった後ウイニングムーブをして、その後トロフィーを贈呈しエンディングというのを形として考えています。ウイニングムーブの説明は以上です。この後はグラフィティの説明です。次にグラフィティについてお話しします。グラフィティをする目的においては、1つ目、大会種目に並ぶ他のコンテンツを作り観客の興味を引きつけること、2つ目、フォトスポットの設置です。効果としましては、1つ目、グラフィティをきっかけに来場してくださった方にダブルダッチとブレイキンを認知してもらうことで競技の普及につながると考えております。2つ目はリアルタイムの進行により競技の審査中や休憩時間にも参加者や観客に楽しんでもらえると考えております。3つ目は SNS を通じた拡散です。この3つ目は目的の2つ目と関連付けています。次に具体案です。キャンバスについてです。キャンバスの大きさは縦横3メートルを予定しております。小さすぎてフォトスポットとして機能しないこと、また大きすぎて時間内に終わらないようにならないためにこの大きさにしました。人数は3人とします。少なくて時間内に終わらない可能性や多すぎて密になる可能性を避けるためこの人数にしました。また複数人にすることで多様性を表現できるようになると考えております。設置場所としましては入り口付近を考えております。来場者の方の目につきやすい場所、また、選手たちがアップをしたときに邪魔にならない場所としてこの場所にしました。また素材、予算、道具についてはこれからアーティストの方たちと打ち合わせによりこれから決めていく予定です。次に時間について説明します。
時間は10時から14時を予定しています。この意図としてまず準決勝が14時から始まるのでそこに間に合わせたいというのがあります。このイベントのこの大会のメインはやはりダブルダッチおよびブレイキンなので準決勝および決勝の時間はこれら2つに集中してもらいたいと考えています。またグラフィティは作品が完成次第フォトスポット、先ほど述べたようにフォトスポットとして活用する予定なのでイベントの終了時刻ギリギリに作品が完成したのではあまりフォトスポットとして有効活用できないと考えたからです。ただ時間については出演者との事前の話し合いが必要不可欠だと考えています。もし時間的に厳しいとのことであればスタートを早めるなどの対応をしたいと考えています。最後に募集についてです。募集先は NEXT GENERATIONS および学です。そしてその対象は大学生以下の若者としています。この理由としてまず一つ目に、NEXT GENERATIONS の次世代のスポーツイベントを創造するというコンセプトに、この世代を募集することが合致していると考えたからです。また、費用の面でもプロのクリエイター、アーティストを呼ぶように比べて、コストが削減できると考えたからです。募集期間は今週の月曜からすでに始まっていて11月12日今週の金曜日までとしています。以上です。ご清聴ありがとうございました。はい、コンテンツグループの皆さんお疲れ様でした。それでは、プレゼンテーション終わりましたのでここからアイデアセッションに、移りたいと思います。それでは先ほどとちょっと逆の順番で山下様から、はい、お願いいたします。はい、お疲れ様でした。素晴らしいプレゼンテーションでした。ちょっと質問なんですけど、SDGs グループ と、連携したとおっしゃったんです。ちょっとそこが具体的にどのあたりが連携したのかもう少し詳しく聞いてもいいですか。はい、その特典としてトートバッグを予定しているんですけどそのトートバッグが SDGs チームが考えたあの素材とかをSDGs と絡めて作ったものなのでそれと絡めて私たちも企画を最初はステッカーとかを考えてたんですけどただせっかくだったらその他のチームと兼ね合いで決めた方がいいかなってなってそれで、トートバッグを考えてます。なるほど、分かりました。はい、そういう、 こうチームを超えた連携というのはすごくいいと思います。ありがとうございます。あとそうですね、ウィニングムーブもうすごいユニークで面白いと思います。僕も実は昔ブレイキンやってたんですけどそういう文化はなかったのでなんかそういう新しいカルチャーを作っているのは面白いかなと思います。あと、グラフィティのところで、少し厳しく言うと、こういうストリートなイベントでグラフィティがあるって割とあるようなことなのでそれが、一つの大きなコンテンツになりうるかっていうのは少し考えた方がいいかなと思っていて例えば、デザインなのか、作るものがユニークなのか、フォトスポットとしてすごく面白いもしくはなんか SDGs を活用したグラフィティがあるのかちょっと分かんないですけどなんかそういうふうにちょっと人フックがないと他のイベントとかでもすごい有名なグラフィティアーティストを呼んでライブペインティングっていうのは僕も何度か見たことがあるのでそれと比較するとちょっともう少しこう工夫が必要かなっていう感じは思いました。はい、今すぐネタはなくてもいいと思うんですけどちょっと考えていただくといいかなと思います。はい、ありがとうございます。そこで私からも一つ質問よろしいですか。そのグラフィティアートを今までされたことあると思うんですけどその後のその描いた絵っていうのはどういうふうにされてたんですか。僕はあまりその主催側ではなかったんですけど、そのパネル的なものに書く場合もあれば実際の壁面になんかシートを貼ってるのもあると思うので、まちまちですよね。ただ そのままどっかに保管してるとあんま聞かない気もするので、はい、ちょっともしかしたら撤去されてるかもしれないですね。あとは会社に飾るとかっていうのはありました、私前職レッドブルだったんですけど、はい、レッドブルではそういったアーティストの方々のをなんかこうミーティングルームにとかっていうのはありました。ただなかなか、すごくいいポイントだったと思います。そうですね、いい質問だと思います。うん、そういうのじゃあ設置場所をぜひ。はい、東京さんぜひ。そうなんです、はい、ポジショントークですけれども当社の商業施設にちょっとご相談をいただければ
パネルをっていうことは難しいかもしれませんが、同じようなグラフィティを再現してそこで持続性を持たせるっていうのは、私たちもチャレンジしてみたいなというふうに思います。あ、ちょっと上を通すのは難しいんですけども、はい、そこはちょっと一緒に頑張りましょう。ありがとうございます。そこで一つ考えてあるのがあって、はい、お願いします。その先ほど差別化でおっしゃられたと思うんですけど、その僕たちの一つの案として、その作品をそのまま捨てる、もしくはまあその廃棄するっていうのは、そのまあモラル的にも、あとその SDGs 的にもその良くないなっていうのは考えていて、僕たちの一つの案として、その作品を終わった後、その僕たちが体力には自信あるので、DIY して何かその他の実用的なものに置き換えて、まあその今ちょっと学にちょっと競技中なんですけど、そこに置いてもらえるみたいな形を取ろうとしていて、そうすればそのスペースもあまり、その元のパネル 3×3 なんですけど、 3×3 ほどのスペースはいらないし、まあその有効活用っていう意味で SDGs 的にもそのまあ新しく生まれ変わるっていうので、いいんじゃないかなと考えていて、それについて意見をお伺いしたいです。あ、なんかとっても面白いと思います。何ができるか楽しみですけど、そういうなんか一癖をぜひこう全面的にアピールして、ただのグラフィティアートじゃないんだよ、こうなるんだよみたいなのもうまくプロモーションだったり、もしくはね、さっきの TikTok と絡めたりとか、なんかできる気がするので期待大です。はい、ありがとうございます。はい、山下さん、ありがとうございました。では、続いて松岡さん、お願いいたします。はい、本当すごい高校生大学生とは考えられないぐらい、うん、クオリティがめちゃくちゃ高いなっていうのは正直ありました。すごくやっぱそのお客さんと、のエンゲージメント、やっぱその入場者特典だったり、その楽しませるっていうところにもこう着目されたっていうのはすごいなと思いますし、うん、またソーシャルを使ったエンゲージメントで、あとやっぱそのウィニングムーブっていうところはすごいまた新しいし、うん、やっぱそのやっぱ出場者のモチベーションを高めていって、そのやっぱそこに出るのが目標になるっていうと、やっぱスポーツ競技として非常にこう育つ、ことができるかなと思ったので、非常にいろいろと設計されてて素晴らしいなというふうに 思いました。もう一つもしとしたら、さっき言ってたわちゃわちゃ感、やっぱアーバンスポーツならではのわちゃわちゃ感だったら、そのウィニングムーブでそのサイファーをしちゃうとか、そのお客さん自身もこうなんか参加できるような、なんかこうできたらなんかちょっともっと面白いのかなっていうのはちょっとパッと思ったんですけれども。なるほど。あともう一つ、さっきのグラフィティに関してはすごいそこまで考えてるのも素晴らしいなと思っていて、うんうん、例えばそこをもう一歩行ってビジネスを考えるとか、やっぱその、じゃあそこで新しく作ったものを、まあ、わかんないですけどオークションとかなんかこう、そういうので、で、そうしたらそのクリエイターとか、まあ、スポーツアスリートにこう還元できるような仕組み、やはりその、まあ、アーバンスポーツじゃ認知度を高めていって、やはり、我々な、ね、何かしらこうビジネスにしないと次のステップに行けないという部分もあるので、なんかそういった要素もなんかこう考えているとなんかちょっと面白いかなとちょっと思いました。はい、はい、ありがとうございます。すみません。じゃあ、その先ほど募集は、ネクジェネおよび、学を通して、行うって言ってて、その学の方によると、その募集したアーティストへの、ギャラというか謝礼はいらないとのことだったので、その先ほどおっしゃったようにビジネスとして、そのもし僕たちが何か DIY して何か作って、それを売って、その売れたお金をその書いてくれた人たちに還元するっていうのはすごくちょっと考えてたことだったので、ありがとうございます。はい、ちょっと先ほど のウィニングムーブのところでサイファーっておっしゃってくれたんですけど、ちょっとサイファーが何か分かんなくて、ごめんなさい、ブレイキンの人たちはこれですよね、はい、サイファーこうジャムみたいな、そうなんかこう好きなように踊るみたいな、ね、ところがあるんですよね、はい、だからそうみんなが一緒になってこう輪になってなんかこうなんか遊んでるような、わちゃわちゃ、はい、自由に踊るって感じですね。なんでこうウィニングムーブをこうみんなで見た後に、まあそのファンもなんかその周りのお客さんも一緒にこう踊っちゃえみたいな、分かんないですけど、うんうん、なんかあったら一体感的な感じですね。そうですね。そうするとなんかこう参加者も
あのこう、まあ、多分、ね、特に、まあ、ダブルダッチはなかなかあれかもしれないですけど、ブレイキンってなんかそういう要素があるのかなと思って、はい、なんか、あの、例えば野球とかサッカーはなんか道具がないとできないとか、人数がいないとできないとかあると思うんですけど、ブレイキンとかは逆にこう自由にできたりとかするので、まあ、そういった意味だと、もしかしたらそうファンエンゲージメントっていう意味でなんかこうお客さんもカモンみたいなのがあったら面白いかなっていうのはちょっと思った。わかりました。あの、僕ら的にはその競技者だったり参加者の面だけでしかちょっと考えてなかったところがあるので、その観客であったり、まあ、周りの、まあ、見に来た人を巻き込めるような何かちょっと残りの短期間で考えさせてもらいます。はい、とってもいいと思います。ありがとうございます。松岡さん、ありがとうございました。はい、続きまして、重田様、よろしくお願いいたします。はい、じゃあちょっと私が質問なんですけど、あの、5人皆さん個性あって今チーム組まれてると思うんですが、ちなみにどういうふうにこのチームで、あの、この案を考えられたかちょっと教えてほしいんですけど、例えば役割分担をして各々が考えて、今日の場を迎えたのか、もしくは5人でみんなで、一つ一つをこう、あの、役割分担とか特にすることなくこう考えたかって、どういうやり方でここまで今来てますか。その話で言うと、まあ、なんかこうそれぞれが、持ち寄ったアイデアを、なんて言うんですかね、あの、まあ、まずみんなそれぞれ3つくらいを持ってきて、これはちょっと難しそう、これはできそうだよねとかっていうので分けていって、で最終的に残ったのが今の3つだったんですよ。なるほど。でその3つの中から、じゃあグラフィティやる、じゃあウィニングムーブ、じゃあ入場者得点っていう感じで分けたっていう感じです。わかりました。あの、5人がゆえのすごい個性のいい部分と、あと実はもう少しこういう要素がチームだからこそやった方がいいかなと思うことが何かというとですね、あの、まあ、ギブアウェイ得点もそうですし、何でしたっけ、ウィニングムーブと、あとグラフィティの部分があって、で各々すごく良い企画だなというふうに思いつつも、実は横で1本こう通った企画にちょっとまだなってないのかなと思ったんですね。例えばトートバッグも素晴らしいというふうに思うんですけど、あえてその例えば、まあ、キャップなのかウェアなのか何かわからないですけど、それをこう身につけることによって会場の一体感だったり、ウィニングムーブの時にみんなそれを使って参加しようぜとかで、だったり、グラフィティの部分も自分がそれをかぶったり身につけることでようやく完成するとか、そういうふうになった、なることによって自分が今参加している感じを SNS に発信してみたりみたいな形の、何かそのおのおの素晴らしいんだけど、チームだからこその横でつなげた時にもっとすごいことが起きるんじゃないかなっていうのが、あの、正直と思ったところなんですね。なので隣の SDGs のチームとの連携、これも素晴らしいですし、もっともっともう一歩 このメンバーのコラボレーションを強めていくと、あの、まだ見ぬ素晴らしいものが出てくるんじゃないかなっていうふうに思いました。はい、以上です。はい、ありがとうございます。あ、そこも、あの、検討してさせてもらいます。はい、あの、でも本当に一個一個素晴らしいので、あの、さらにグッとこう一つになってくると、もっともっと、あの、つながるものが出てきますし、先ほどおっしゃられてましたけど、オーディエンスサイドに対してもう一歩こう、あの、気持ちが向いていけるようになると、かなり僕はいい企画になるんじゃないかなというふうに思いました。はい、頑張ってください。はい、重田様、ありがとうございました。それでは最後に伊藤様、お願いいたします。はい、今日はありがとうございます。本当に重田さんのコメント、僕もちょっと感激してしまったんですけども、いや、あの、やっぱり入場者特典っていうお話があって、あ、普通だなって思ったんですけども、でも思い出を形に残すっていうそのフレーズ、ちょっと震えまして、それが今重田さんおっしゃったように、こう一貫して何かこう、あの、象徴的なもので、あの、自分を、ね、体現できるようなもので、素晴らしいなというふうに思いました。でグラフィティに関しても、あの、やっぱり象徴となるものだと思うので、ぜひですね、あの、私たちの場所もうまく使いながら、あの、いろいろやれることを探していきたいなというふうに思います。で最後は、あの、ウィニングムーブなんですが、すごく感激しまして、でさらに、あの、ダゾーンでよく F1 を見てるんですけども、 F1 だと支えてくれたこう裏方の方もこう登壇するじゃないですか。あれすごく感動するので、先ほど親御さんとかも見に来るってお話があったので、その親御さんとかコーチとかをこう壇上に呼ん で一緒に踊って、最後観客も巻き込んでみたいなところの流れができると、なんか理解される方々がどんどん増えるんじゃないかなっていうふうに思って、僕それ想像したらちょっとうるっとしてしまったんで、ぜひ、あの、そういった場面も僕、あの、見てみたいなと思うし、もし機会があれば、
登ってみたいなというふうに思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。それでは一言だけグループからいただいて、終わりたいと思います。はい、貴重なお話ありがとうございました。この5人で話していく中で結構この3つの案に絞るのが結構大変 でそこから一つの一貫性を持たせるっていうのがまだそこまでいけてなかったなっていうふうに思って、これからどんどんアドバイスいただいたことを含めて考えていけたらいいなと思ってます。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。パネリストの皆さん、そしてコンテンツグループの皆さん、お疲れ様でした。ありがとうございました。さあ、それでは最後のグループ、準備の方をお願いいたします。最後を務めるのは SDGs グループの皆さんです。今話してたのは、ウィーニングムーブとか、他のスポーツで起きている現象を持ち込んでくるってすごくいい発想だなっていう、今ちょっと今話してたんですけど、それこそ、ね、F1 ではこうだしとか、そういう同じスポーツでも他のジャンルっていうところをいいとこどんどん取り込んでいくっていうのは、なんかやっぱりある領域だけに特化するんじゃなくて、広く見ながらどんどん受け入れていくってすごくいいスタンスだよなって、思いますよね。いや、はい、とても楽しみです。ありがとうございます。それでは、準備が整ったようですので、最後の SDGs のグループの皆さん、まずは自己紹介お願いいたします。はい、大学1年丹下龍樹と申します。本日は、こちらの大勢の大人の前でしゃべるのはすごく緊張しますが頑張りたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。同じく大学1年の西浦雄生と申します。よろしくお願いします。はい、同じく大学1年生の田坂真美と申します。よろしくお願いします。はい、それではプレゼンテーションタイム10分間です。それでは始めてください。はい、まずは、本日のアジェンダについて発表させていただきたいと思います。最初に SDGs とお話した後に NEXT GENERATIONS が実現できると考えられる SDGs の項目を述べた上で、どのように実現するべきかを私たちが考えたので、それについて発表していきたいと思います。そして最後に今後の展望について発表していきます。まず最初に、皆さん SDGs という言葉を一度は聞いたことがあると思います。 SDGs とはサステイナブルディベロップメントゴールズの略で、2030年までに持続可能でより良い世界を目指す国連サミットで採択された国際目標のことです。その国際目標の中には大きく分けて17つのゴールに分かれています。その中には、気候変動や、海洋問題だけでなく、貧困やジェンダー率についてものついてのゴールについてもあります。その17つのゴールの中で NEXT GENERATIONS が実現できると思われる3つのゴールがあると考えました。ネクストジェネレーションゲームス ×SDGs ということで、私たちはそのネクストジェネレーションゲームスをやることによってこの3つの SDGs が達成できるんじゃないかと考えました。で、この3つを踏まえた上で、私たち SDGs チームの課題っていうのは、この達成された SDGs の認知っていうのをよりオーディエンスの人たちとか周りの社会に広めていくことで、また自分たちがその SDGs に貢献できるような活動っていうのを、していくことだと考えました。では、どのようにイベントに SDGs を組み込めるか、それを考えていく上で、今回の特殊な条件っていうのがやっぱりコロナ禍だと考えます。で、まあ、つまり飲食に関連したその事業、例えばその、キッチンカーを連れてきてそのイベントスペース内で売ったりとか、映える飲み物とかを販売したりするってことができない。で、そこに関連して SDGs
の事業として紙ストローの導入だったりとか、プラスチック容器を廃棄しよう、廃止しようっていう比較的まあ簡単でオーディエンスの人たちに SDGs の取り組みやってますよと伝わりやすいものができない状況にあると考えました。では、ここで龍樹くん、隣にこの龍樹くんがイベント後に残るゴミをゼロにしたいっていうこのその大きな目標を言ってくれました。で、私たちは素晴らしいなと、もうこれを目標に頑張っていこうとも考えたときに一番最初に思いついた案でスマートゴミ箱の導入というものがあります。で、これのメリットとしては、まあ、一つ目に環境に優しいっていうのがあるんですけど、具体的にはこれソーラーパネル、ソーラーの力で動くゴミ箱になってまして、この上からゴミを押してくれるというものになっているんですね。で、また SDGs に関連しているという点もメリットとしてありまして、ちょっと見づらいんですけど、この横に SDGs の4つ達成されてるよっていう表記もあります。で、また表参道にこれ置いてあるんですけども、まあ、近いのでもしかしたらレンタルできるのではないかと考えました。しかしそもそも飲食できないんであれば、お客さんがイベント内で発生させるゴミっていうのはそこまでないんじゃないかと。で、またそもそもゴミ箱がそこにあるからゴミってものが生まれてしまうんじゃないか、そう考えた私たちはゴミを捨てるという発想からゴミを持ち帰りやすくするという発想に至りました。で、これは、一番人間がゴミを捨てたくなるときってやっぱり手に持ってるときだと思うんですよ。空のペットボトルを手に持つ、飲み切ったスタバのカップを手に持ってる状態っていうのが一番人が物をゴミを捨てたくなる時だと考えたので、それを入れるために先ほど、コンテンツチームからもありましたようにエコバッグ、まあ、トートバッグですねの、取り組みっていうのをしていこうと考えました。で、これのメリットとして SDGs 側が、考えているのが以下の4つになります。で、デザインで SDGs の周知、最初に言ったように、まあ、SDGs と関連されたデザインすることによってオーディエンスの人たちが、あ、こんな活動をしているんだっていうのを知ることができる、知る機会になる。で、また、ネクストジェネレーションズそのものを知ってもらう機会にもなる。で、また3番目に僕たちが重視している、ゴミを入れて持ち帰れる、手に持ったものをそこに入れて、まあ、持ち帰れると。で、また4つ目も重要なポイントで、イベント後も使えると。で、このイベントでただただ持ち帰ってる道具になってしまえばビニール袋とそんな変わらないと考えるので、やっぱりイベント後も使える素材とかデザインとかにこだわって作りました。で、より周知を高めるために、先ほども説明がありましたが、いいねのフォローでニュージャス特典と。で、デザインにインスタグラムの投稿って書いてあるんですけど、これはネクストジェネレーションズのアカウントに自分たちで作成した NextGenerations×SDGs の説明だったりとか、こういった取り組みをしてますよっていう投稿に飛んでいける QR コードを導入して、オーディエンスの人たちが、あ、具体的にはこういうことをしてるんだっていうのを SNS で伝わりやすくしています。はい、というわけで、今回インスタグラムの投稿とエコバッグのデザインを私がさせていただきました。で、インスタグラムの投稿はですね、1枚目は、まあ、今回のこのキャンペーンの宣伝をして、2枚目以降はこのネクジェネでの、SDGs のゴールの説明をしています。はい、で、こちらがエコバッグのデザインになってて、まあ、裏面、表面裏面それぞれあります。で、こちらが、ロゴの拡大バージョンなんですけど、今回はその3つのゴールを達成するということで、3色を、このデザインに組み込みました。で、矢印にある通り、ここにその QR コードをつけることで、これを読み取ったお客さん、なんだろう、そのトートバッグをもらったお客さんはそれを読み込んで、先ほどの投稿につながるように工夫をしました。はい、で、今後の展望です。
国連に今回この SDGs のロゴを使用したいということで申請しましたので、今使用許諾を待っている段階なので、使用できるようならエコバッグのデザインにしたいと思っています。で、2つ目は、プラスチックごみの削減という意味も兼ねて強化段ボールをステージに組み込みたいと考えています。で、最後に、最終的にはそのエコバッグのデザインを確定させて発注をしていきたいと思っています。ご清聴ありがとうございました。はい、SDGs グループの皆さんお疲れ様でした。それではここからアイデアセッションに移っていきたいと思います。それではちょっと、順番変えさせていただきまして、重田様、いかがでしょうか。はい、素晴らしいプレゼンありがとうございます。すみません、前のチームのところでエコバッグもいいんですけどなんて言っちゃったんですけど、はい、よく、そのエコバッグにかけていることの意味っていうのがよく理解できました。ありがとうございます。一方、そのゴミを持ち帰るっていうこの行為そのものってすごく大事でありながらも、こう来場者の方々って、もしですね、皆さんが来場者になった時にゴミ持ち帰らないでくださいってだけ言われた時ってどんな感覚になりますかね。ただ一言そう言われると持ち帰らないでください。必ず持ち帰って捨てないでくださいってとだけ言われた時ですね。とだけ言われたら、はい、そうですね、持ち帰ろうかな。そうですか。なんでって僕思っちゃうかなと思ったんですよね。その意義、なぜなのか、僕らもよく会社で Y を突き詰めていこうっていう話をするんですけど、やはりこの取り組み自体すごく崇高であり大事なことだからこそ、このイベントはこういう思いから皆さんにゴミを持ち帰っていただきたいというメッセージを強く発信することが僕はすごく大事で、かつこういった仕組みが用意されていくとお客様は理解して、じゃあ僕もそうしていこうというふうに思うんじゃないかなということで、ただただこのエコバッグにゴミを、持ち帰ってくださいねだけだと、もしかしたらこの取り組みはイベント主催者側にとっての SDGs の取り組みはなるけど、参加した方々にとってはもしかしたら残らない可能性があるなっていうふうに思ったところがあったので、もう一段だけ上げてみて、大会主催側がメッセージとして強く発信する、そしてパフォーマーたちもその思いを伝えていただくってなると、オーディエンスもよし、じゃあこのアクションそのものが僕も SDGs なんだねみたいなことが分かっていくんじゃないかなというふうに思ったので、この要素を付け加えるだけでまた受け取り側ってすごく印象が180度変わるというふうに思うので、このあたりすごく工夫されるといいんじゃないかなというふうに思いました。はい、でもやっぱりすごく、やっぱり最近の若い方ってすごい目線が高くて素晴らしいなっていう、まあ一番思ったことですけどね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、一瞬いいですか。はい、もちろん。本当にそうだと思うんですけど、エコバッグってたくさん会社でも作ったりしてるんですけど、この間たまたまうちのチームメンバーにエコバッグを本当にエコにするには何回使わなきゃいけないってご存知ですか。何回なんですか。171回なんかなんですって。で、あとそのなんですか、タンブラーも300日使わないとエコじゃないんです。だからそういうのも結構驚愕で、あ、なんかだから本当しげさんがおっしゃったように、なんかどうやってその、まあ、もちろんエコバッグを持つっていうところがまあファーストステップだと思うんですけど、なんかもう一つこう踏み込んで、なんか171回使ったらあなたも SDGs 達成とか、そうするとなんかモチベーションが上がるかなっていうのはすごく今聞いてて思って、私自身もうち の, スタッフもうちもエコバッグ作ったりして、171回使わないとっていうふうに言ったりしてるので、なんかそういった小さいこうトリビアとか、まあ、そういうところをつなげられたら面白いのかなって今ちょっと聞いてて思いました。自分たちがその作る過程、例えば素材を選ぶ過程でも、ちょっとある会社でそのこれ一つ作ることにペットボトル17本分が使われてますよ、そのリサイクル素材として使われてますよっていうのがあって、ちょっと今回その素材は採用しなかったんですけど、その1個使えば17本っていうその具体的な数字っていう面では、そのおっしゃられたことより結びつけられたらなってちょっと考えました。はい、うん、ありがとうございます。はい、松岡様もありがとうございました。はい、茂田さんもありがとうございました。では、続いて山下様お願いいたします。はい、プレゼンをありがとうございました。そうですね、今の話に、少しつながってくるんですけど、
まあ、SDGs 自体結構今、まあ、トレンドというか、なってきているので結構皆さん、まあ、知ってきてるかなとは思うんですね。で一方で、まあ、こういうイベントでやることの意義って多分その日だけ SDGs やりましたというよりかは何かその日をきっかけに行動を変えていくみたいなぐらいのちょっとこう思い入れがあった方がいいかなと思ってます。で、まあ、例えば今みたいなそのエコバッグをもらっただけだとやっぱり今エコバッグを配るようなプロモーションだったり企業も結構あったりするのでそのうちの一つに多分収まってしまうと思うんですね。なんですけどなんかそこにこう今みたいなこうトリビア入れたりとかなんかこう心に残る何かを残す工夫があるといいかなと思ってます。で特にこのネクストジェネレーションってその書いた通り、まあ、次の世代じゃないですか。で SDGs も多分その次の世代僕らよりも次の世代のために地球を残すためのことみたいだと思うんでこの環境でもしかしたら僕がまあ PR だったらちょっと面白いかなと思うのはその次の世代の人たちが SDGs やろうよっていう、こう投げかけをするような発信は意外と少ないのかなと思って、いわゆる大きな企業が SDGs やりますっていうのは聞くと思うんですけど僕たちの地球だ僕たちの世代のために残したよっていう何かそういうメッセージの出し方とかをあんまりこう固くしない感じで入れたりとかあとこうストリートスポーツとそういう、こう環境を守るみたいであんまりこう接点がない気がするでそこの意外性とかは結構逆手にとって面白くできる気がするので割と今かなりストレートにすごくいい案なんですけど悪く言うとちょっと派手さがないというか他と同じに見えてしまうのでなんか自分皆さんせっかく若いのでそこをうまく使って何か他と違うものとか心に残るものを何かこうアイデアを出すと何か出てくるかなと思いました。はい、山下様ありがとうございました。何か一言あれば。そうですね、この自分たちから発信するその若い世代からのメッセージっていう観点は正直その今までの自分たちにはなかったのでそのやっぱりその企業の力とかその運営の力っていうとこばっかりに視点がいってしまったのでその下からのメッセージっていうのはちょっとどうやって組み込んでいけるかなっていうのはこれから考えていきたいと思います。そうですね、あとゲームズの出場者も若いですよね、はい、もっと下かもしれないので、そうです、アンダー15になります。なんかそこに対しても啓蒙するのか、はい、なんか入れられるとちょっとオリジナリティがあるかなと思います。そうですね、選手たちからメッセージ発信とか、そうそうそう、なんか出た子も SDGs で学べますみたいな、わかんないですけど、なるほど、とかはあんまりない気がしますね。うん、面白そう、いいですね。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。それでは最後に伊藤様お願いいたします。本当に素晴らしいプレゼンありがとうございます。TikTok 使って事前告知をプロモーションされるということもあると思うんですけども、先ほど皆さんもおっしゃられているようなことを、例えば TikTok を使ってその171回エコバッグを使うっていうのをダンスで表現するとか、そういうのをこう組み合わせてみて事前にこう告知をするっていうところも含めてちょっとアクションを起こしたらすごく伝わるんじゃないかなというふうに思うし、それがこうムーブメントになったらもしかしたらその171っていうのがもう社会で一般的な話になって、じゃあ私も使ってみようっていうふうになったら、ここが起点になったっていうなんか象徴的なイベントになるような気がしていて、すごくワクワクするなっていうふうに今聞いてて思いました。なのでそういったところ本当にもうぜひ実行するというところでもう実現していただきたいなというふうに思ってます。今日はありがとうございます。はい、ちょっと171が合ってるかどうかちょっと不安になってきたんで、最初にちょっと先にググった方がいいですね。そうですね、ちょっとなんとなくそんな感じ、うん、まずはググってすいません、ちょっとそこだけちょっと後で怒られたなんか見た気がすごいいっぱい使う必要があるんですよね。ほこりたまったりとかするから大変、意外と大変だみたいな、こう記事を見た気が、想像以上にね皆さんが食いついてちょっとハラハラしましたねいやでも面白いアイデアたくさん聞きました。最後に何か一言あれば。本日はどうもありがとうございました。私たちもあまり SDGs についてあまり詳しくないんですけれども、皆さんから学んだことを生かして、最高のパフォーマンスを支えられるようなチームになっていきたいと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。SDGs グループの皆さんお疲れ様でした。以上でですね、すべてのグループのプレゼンテーションと、アイデアセッションが終了いたしました。本当に私メンターとしてですね、9月からみんなと一緒に、いろいろ考えたりとか、アイデア出して、やってきたんですけど も今日改めてこうそれぞれのチームのプレゼンテーションを聞いて、
本当にこう時間だけでなくそれぞれチームで、まあ、話し合ってこう悩んでああでもないこうでもないっていう風にして今日の日を迎えてくれたんだなっていう風に、思ってこれちょっとメンターとしてちょっと親心というかすごくほっとしている、事態でございますが、またね今日本当にこのようなそれぞれのスペシャリストの方から得たアイデアっていうのは本当に貴重なものになると思いますので、受講生の皆さん、ここからさらにブラッシュアップして、11月23日素晴らしい日になることを、楽しみにしております。さて、ではですね全体通しての感想、もしくは総評っていうのをね、それぞれ、パネリストの皆さんから一言いただけますでしょうか。それでは、山下様からお願いいたします。はい、全体を通してすごく皆さんクオリティが高いというかちゃんと準備をしてこの人前でしかも配信されるっていう環境でやる、はい、すごいなと思ってすごく皆さん良かったと思います。で我々もまあこう、ね、やっぱ聞いてこうアイデアを出すのはやっぱりまあ、楽というか人生経験もあるんでやりやすいんですけどやっぱり根幹はやっぱり皆さんが自分のこうアイデアを絞ったものを大切にしてほしいですし、まあ、全体を通してこの、Next Generation Games を、まあどんなものにしたかどんなこうユニークなものにしたいかってい う情熱を保っていただければなんか自然といろんなアイデアが出てくるかなと思うのであんまりこうなんか真面目に考えすぎずにどうやったら面白いことできるかなっていう雑談したりとか他のチームの人と話してみたりとかあとはそういうスポーツを見ない人にも意見を聞いてもらうっていうのはすごく大事だと思います。やっぱりこう自分の考えとかチームだけだとこうなっちゃうのでこういうアイデア TikTok でこういうのやったら見たいとかっていうのを聞くのはすごく大事だと思うのでいろんな世代とか、ね、こういろんなこう人を巻き込みながら進めていただけるといいかなと思います。はい、山下様ありがとうございました。それでは続いて茂田様お願いいたします。はい、いや本当に僕も共通して感じたことはですね、やっぱ熱量ですね、うん、やはりそのある企画に対するその、まあ、深い考えももちろんそうなんですが、まあ、お話ししているその姿であるとか含めて、うん、その共通する熱量というものがおそらくこの世代の方々にどのこういったその渋谷かけるスポーツっていうのをこうどのお任せしていくべきなんだろうなというふうに思いましたし、その熱量ある人でなければならない、でなければ届かない領域っていうのがあるような気がしていて、ただただこう仕事でやるとかただただ任されてやるのではなく自らこう乗り越えていかなければならないというような熱量を感じたので、だからこそのなんかこう次の未来のネクストジェネレーション、まさにその次のスポーツみたいなものをこう作り出していってくれるんじゃないかなっていうことを感じ、まあ、僕もそろそろサポートする側に回るんだなっていうのも感じたという、はい、いうところで、そうですね、はい、いや本当にまさに渋谷かける次世代スポーツイベントっていう名にふさわしい皆さんだったなというふうに思いました、はいはい、非常に僕将来期待してますのでぜひこの渋谷で街を盛り上げていってください。よろしくお願いします。はい、茂田様ありがとうございました。それでは続いて伊藤様お願いいたします。はい、伊藤でございます。今日は本当にこんな貴重な機会をいただきましてありがとうございますですし、私のような私ごときがですね総評するなんていうのもおこがましいのでちょっと感想になってしまうんですけども、はい、ありがとうございます。私の今事業でやっている中でいうとスタートアップ企業の起業家の方々といろいろディスカッションするケースが多いんですけども、その中でやっぱりその成功しているスタートアップ企業の経営者の方ってやっぱその事業企画段階で万人受けした事業って誰もやってないんですね。むしろ投資家から否定され続けた方の方が多い気がするんですね。なんですけれどもその信念とか茂田さんおっしゃったように情熱を持ち続けて諦めずにやった人が必ず勝ってるっていうそういったイメージもありますし、その中で今日いろんな方々の素晴らしいご意見ありましたけれども、最終的にやっぱり自分がどうしたいのか自分がどう実行したいのかっていう信念をしっかり今日振り返っていただいて、私たちが申し上げたこう意見をどう自分の中で咀嚼して反映していくかっていうことを決めてほしいなというふうに思います。で私自身も本当に今日パネリストの方々それから発信された方々から非常に強い熱量をいただいて刺激をいただいたので今日から頑張りたいと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。それでは最後に、松岡様お願いいたします。いやもう本当単純に皆さん優秀ですね。
本当にすごいなと思いまして、あと皆さん本当に情熱もあって、本当皆さんおっしゃったようなことまんまなんですけれども、これ本当次の世代、やっぱ我々はもう終わってるというもうので次の世代がですね、どういうふうにこう盛り上げていくのかすごく楽しみですし、今回この取り組みっていうのは皆さんの自信になってもらえたらなと、その実体験でこう何か作り上げたことをそれを、自信につなげていただいて、本当に未来の、スポーツ業界をですね、ぜひになっていただきたいと思いますので、頑張ってください。本当に非常に今日は素晴らしいプレゼンテーションありがとうございました。はい、ありがとうございます。いや本当に力強いメッセージ、そしてコメントをいただき、私まで嬉しい気持ちです。ありがとうございました。はい、それではですね、ソーシャルイノベーションウィーク渋谷とダゾンといえばですよ、松岡さん。そうです。はい、今年もですね、昨年に引き続きメッセージムービーが、はい、はい、SDGs にもあったそのジェンダーエクイティもあったんですけれども、今年は女性アスリートにフォーカスして、ゆい大先生も出ておりますので、ぜひこちらご覧いただきまして、はい、皆さんこちらも拡散してください、はい、ぜひよろしくお願いいたします、はいはい、それでは、早速動画の方をご覧ください。 I'm an expressor. I'm a mother. I'm original. I'm a freestyler. I'm a march player. I'm me.Thing in common. We all know what it takes to win. Respect is love. はい、本当に素晴らしいメッセージとともにかっこいい映像を作っていただき、私もとっても嬉しいです。ありがとうございます。リスペクトイズノーイングというところはどのようなメッセージ込められてますでしょうか。やっぱりスポーツ、私も皆さんもスポーツ業界も長いと思うんですけど、やっぱアスリートって結構分野が違っても、すぐ仲良くなってしまうという現象があって、でなんでだろうと思うと、やっぱそのアスリートで居続ける、またそのアスリート、その試合で居続けるとかアスリートで居続けるっていうのは非常にやっぱりその試合で見る派手な華やかな世界の後ろにすごい努力がある、でその努力をやっぱみんなしてきて、そのアスリートでいるっていうところがやっぱり皆さん分かってるんだなって、なんかそのアスリートで居続けることはどれだけ大変かっていうことを知っているからこそ、誰であれすごく尊重尊敬をされているなっていうのをやっぱ目の当たりに見ているので、さっき言ってたそのダイバーシティとかっていう取り組みが実はスポーツの中で意外とできてるんじゃないかと、でそれがこういったことをその知れば尊敬できるっていうところをいろんな分野でも、なんかこうそれが起き始めたら、なんかもっと優しい世の中になるんじゃないかなっていうちょっと思いを込めて、リスペクトイズノーイングという動画を作成させていただきました。はい、はい、ありがとうございます。はい、それではですね、以上をもちまして終了となりますが、パネリストの皆さん、改めて本日はお忙しい中、ありがとうございました。そして、この配信をご視聴されている皆さんもですね、ぜひこの今回、プレゼンテーションいたしました、受講者が、一丸となって、頑張ります。11月23日、代々木公園にてですね、ネクストジェネレーションズゲームス、行いますので、ぜひ、お時間作っていただき足を運んでいただけたらなというふうに、思っております。そして、今日の、プレゼンテーション、そしてアイデアセッションを踏まえて、この、イベントかなり進化すると思いますので、そちらの方も、楽しみにしていてください。それでは、パネリストの皆さんもぜひ代々木公園で、またお会いできることを楽しみにしております。
限られた時間の中ではございましたが、本当に充実の、時間になりました。発表した渋谷スポーツアカデミーの受講生の皆さん、パネリストの皆様、そして、配信ご覧の皆様、本日はありがとうございました。それではまた11月23日にお会いいたしましょう。ありがとうございました。さようなら。